打ち込んでおいたぞ。あ、これ頼む、急ぎで。はいはい。うん、いつもありがとね。いや、近所に配ってどうせ余って。どうだ、最近忙しかな。たまにはこっちに顔見せに帰っとんか。じゃあ来ね、お母さんの墓参りにも行こごじゃっどん。おい、キモ、また鹿児島から。あ、今ゆいがお風呂からできた。おじいちゃん、え、いいいい、私出ないね。ちょっとごめんね。うん、あ、そう、じゃあね。私そんなの食べないからね。やっぱりダメだ。ねえ、これやってくれない？ん？俺か？俺はいいよ。明日でいいか。誰も食べないんだからさ、もう送らないでって言えば。そんなこと言えないわよ。釣りとか畑くらいしか趣味ないんだから。これもね、無農薬なのはいいんだけど。おい、飯くれ。そんくらい自分で割れ。あ、忘れてた。こんなところに置くな。うわ、いた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 。うわ、ああ、もうやめてよもう。おい、なんか行くことないのか。ご飯は？まったくな、うちに飯があるのになんでわざわざそんなの食ってくんだ。バカかお前は。ダッサ。マジか。あ、鈴木です。ごめんね、今大丈夫？あ、え、うん、なんか電話遠いんだけど。え、あ、大丈夫大丈夫。今日の国際経済学って黒板の写メ撮った？あ、今ちょうどファイルにしてるとこ。よかった。それって送ってもらっていい？いいよ。どっちのアドレスに？あ、来た。ありがとう。じゃあ。じゃあ明日ね。いや、なんで。めんどくさ。もうやめ。
めて。ねえ、見てくれた？ひどいのよ、あの子たちの携帯代。あなたからも言ってやってよ。ん？聞いてる？疲れてんだよ。明日にしてくれ。先に寝てるぞ。おい、今何時だ？それが分かんないのよ。なんで？停電。停電？なんで？だから分かんないの。ああもう明かりはつかないし、テレビも見られないし、もうやんなっちゃう。もう何朝からさ。停電だよ停電。何それ。あ、やば。邪魔。飯ダメなんだろ。ご飯は炊けてないし、今度もやっぱりダメ。冷たい食パンじゃ嫌でしょ。しょうがねえな、もうその辺で何か買ってくるよ。あ、そうだ。たく、こんないっぺんに止まるか。電池変えといてくれよ。なあ、時報って117だよな。は？時報？何それ。おい、あら、もう何なのこれ。新聞も来てないのかよ。あっちちほら着いたわよ。ダメダメ、止まってます。階段で行くしかないですね。そうです。なんだこの建物全部停電か。ちゃんと点検してるのかよ。じいじいやめろよ。おい、遅刻すんなよ。ただいま停電のため全線で運行を見合わせます。申し訳ありません。すいません。入場はできません。申し訳ありません。誠に申し訳ありません。全ての列車ストップしております。現在ホームへの入場は制限させていただいてます。復旧の目処は立っておりません。何時になったら動くんですか。まだ目処は立っておりませんので、もうしばらくお待ちください。これ遅延証明書って出ますか。それは確認してしますんで、こちら封鎖しております。新しい情報が入りましたらご案内いたします。今しばらくお待ちください。とりあえずホームで待っててもいいですか。こちらでお待ちください。振り替えのバスとか出てます。バスもまだ出てないみたいなんですよね。原因はただいま調べております。もうしばらくお待ちください。あれ、なんだよ。
よかったよかった、やっと見つけた。いい、ダメダメ、バッテリーがなんか分かんないんだけど、エンジンどれもかかんなくて。なんとかなんない、手持ちならいくらかあるからさ。なんだかプラグが喧嘩しないみたいなんだよね。あったあった、それ水道の水だろ、バッテリー液じゃなくていいの。大して変わんないって。よし、かけてみて。ああ、やっぱダメか。こういう時は自転車がいいね。つくとこあった？だからない、消えたままだったよね。あ、そうだ、私ろうそく買わなきゃ。私もそうだ、夜にはつくんじゃない。でも心配だから私も行ってきます。一応買っとくか。あ、お財布。隣の隣だよ、今何時だ。え、古い作りなんで裏口もここも中からじゃないと手動では開けられないみたいですね。じゃあやっちゃいますよ。もしそっちが問題ないんだったら、まあ後で請求してくださいよ。いいですよね、どうせこのままだったら誰も中に入れないんだから。どちらか代表で名刺いただけますか。これ仕事なんないぞ。おはよう。おはよう。なんかあっちゃいかん。ねえ、うち停電でさ。ゆいんとこも？あ、え、みんなも？超不便だ。めっちゃ不便。電車止まってて超ビビった。やば、お母さんのママチリできちゃった。電動のくせにさ、全然スイッチなくて逆に重いっつやばいやばい。ちょっといろいろありまして、望月先生来られないので1時間目は自習になります。あ、静かに、誰か自習って書いておいて。はい、安藤先生いないので自習です。ああ、やっぱここもダメか。でさ、停電してるのってどの辺までなわ。わかんねえ、せいぜい区内とかじゃない。お前実家神奈川だろ、停電しないか電話してみ。だから、使えねえんだって。あ、そ、おバカさんだな、お前は。うっそ。ナナ、鈴木んちってどの辺だっけ。おい、来て。これはダメだ。あのさ、
中村さんは？里美？まだ今日会ってないよ。なんだこいつは。わかんない。ないない。怖い。どうした急に。ねえ。はい。お弁当は？あ、すいません。パンもお弁当もまだ入ってきてないんですよ。おにぎりとかも？すいません。水買っとこ。掃除も洗濯もできやしないねえ。今日はねもう全部諦めた。ご飯だって作れないの。うちなんか今日はこれ仕方ないわね。楽でいいわ。すいません、停電のためカードは使えません。現金のみの取り扱いになります。早く言ってくれよ、並んでんだからさ。なんだよ。あちぇ、それもダメなの。若いやつらやる気あんのかよ、まったく。いやでも電車はどこまで動いてるんですかね。途中からでも歩いてくればいいんだよ。だって部長んち隣の駅でしょ。隣の隣って言ってるだろ。やっぱりプリントアウトの分だけじゃ全然足りないですね。ほとんどパソコンの中ですよ。決算報告書が間に合わないとかそんなん絶対ありえないからな。そりゃないでしょ。そのうち元に戻るんじゃないですか。いや参った参った、他の部署もみんなバタバタだよ。コンセントは使えないし電池もダメで、それで車も動かないっておかしくないっすか。電気関係全部ダメってことだろ。これってただの停電じゃないですよね。とにかく電気が復旧しないと何もできないな。今日も上がっていいぞ。え、上からもそういう指示が出てんだよ。とりあえず今日は暗くなる前に帰ってくれな。なんだよそれ。はい、ありがとうございました。あっちのはいくら？え？あ、これパーツ取るための廃品で売り物じゃないんですよ。あ、じゃあこれください。すぐ乗れる？おお、びっくりした。あ、大丈夫ですか？こんな時まで仕事持ってこなくたって。こんな時だからやんなきゃなんないんだろう。気をつけてね。あ、トイレ？なんだかちょろちょろしか流れないからお風呂の水で流して。おい、返事くらいしろ。何考えてんだあいつは。
消すぞこれ。なんでトイレも電気とか関係ないっしょ。よくわかんないのよ。ろうそく持ってくよ。ごちそうさま。明日には元通りになってるわよ。よし。あんたたちもこっち来なさいよ。星が綺麗よ。星？なんで？街の明かりがないから見えるんだろ。あれ何？天の川でしょ。え？天の川って実在するんだ。バカかお前は。こういうのもたまにはいいわね。ちょっと聞いてください。電気が復旧するまでそれぞれ自宅待機になりました。皆さん気をつけて帰ってください。それからいつ急に戻るかもわからないのに、それじゃ対応が遅れるだろう。それからこの入り口壊れちゃってんだから、各自大事なものとかあったら持って帰ってな。おい、あ？お前だって家族のこと心配だろう。え？この東京にいたら危ないぞ。何バカなこと、大丈夫に決まってんだろう。どこ行くんだ。とりあえず水を確保できる山を目指してみる。知ってるキャンプ場があるんだよ。何やってんだ。おい。
しれないね。あ、うわ、これ結構重い。しっかりしてよ。そう。あ、うん、じゃあ行こっか。うん。とかどうなってるんですかね。食料少ないからスーパーとか寄ってこうよ。そうね、帰るといいけど。あ、こんにちは。あ、こんにちは。2時間もこうしてんのよ。足が冷えちゃっても。あ、ね、あなたのとこガス使える？うち IH だから。え、ガスもダメなの？うん、ガスメーターってさ、あれ電池なの？なんかね、メーターが動いてないとか言って旦那がだこうだいじってたけど結局出てこないの。すいません、状況はですね、下の貯水槽に水はあるんですよ。じゃあどっかから水出してよ。なんですけども施設全体が止まっちゃってるもんで水を汲み上げるポンプが動かないんですよ。こんなに待たせて何なんだよ今さら。そうよ、だったら貯水槽まで行って汲んできてよ。そうだよ、あんたらが汲んでこいよ。飲み水でなければここをまっすぐ行った先の突き当たりの公園に手漕ぎの井戸がありますので。飲み水が欲しいから来てるんですよ。そうだよ、飲み水だ。埼玉まで行けば備蓄食料があるって聞いたんだけど。俺行ってきたんだけどもうとっくになくなってたよ。あ、もらえたのはさ、水のちっちゃいの1本だけ。そんなことより原因は何なんだよ。天変地異だよ、天変地異。もうみんなでうちから水とか食べ物とか一箇所に集めて少しずつ分け合ってしかないでしょ。そんなの一月だってもちゃしないよ。早くここから移った方がいい。行く当てがありゃいいけど、田舎がないやつはどこ行きゃいいんだよ。ほら、あれ見なさいよ。もう戻ってこなくていいぞ。マンションに誰もいなくなったらその辺のバカな奴らに荒らされるだけだよ。みんなのマンションなんだからみんなで守らないとね。え、上の階の加藤さんって知ってる？一人住まいのばあさんか？そういえばちょっと前にここだったけど、どうした？さっき来てなかったわよね。最近全然顔見ないんだけど。あ？
ちゃん家に行くってこと？もうちょい待てば電気戻んじゃね？だからお前はダメなんだよ。こうなってからもう1週間だぞ。もしこのまま復旧しなかったらあと何日も暮らせないってそれぐらい分かんないのか？かもしんないけどさ、なんで鹿児島？俺の田舎なんてもう墓しかないだろ。鹿児島に行けばこっちよりはだいぶあったかいし、水だって食べ物だってなんとかなるでしょ。でもどうやって？羽田から飛行機に乗る。飛んでりゃいいけど。私やだよ、あんなど田舎。なんで？ちっちゃい頃毎年遊びに行ったでしょ。すぐ近くに浜辺があって、よくみんなで海水浴に行ったじゃない。全然覚えてない。あ、そうだ、じゃあ羽田までどうやって行くの？自転車で行く。カンパチをまっすぐだ。うっそ、マジ？大丈夫だ、任せとけ。俺についてくればなんとかなる。なんて鹿児島なの。嫌だって言ってんのにさ。もういや、両方。足りるか？全員分の航空券。ねえ、格安チケットとかって空港で買えんの？あ？もう、そう。これ、何かあった時のためにね、取っといたの。あんたもこれ持ってきなさい。どうだこれ。まだこんなもん御所を大事にしてんのか。キモ。お前もなんだその格好。今さらつけまつげなんていらないだろう。クリングなんて久しぶり。子供会で行ったわよね。子供会って大昔じゃん。そんなの行ったっけか。あなた休みの日は一日中寝てるんだもん。そういうの一回も行ったことないでしょ。はいはい、でね、はい、どうもありがとうね。はい、どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ、どうですか。1本1000円です。どうですか、どうですか、どうですか。どうぞどうぞ。ダメだダメだ、あんたぽったくり。いらっしゃい、いらっしゃい。やっぱ最初のやつ買っとけばよかったじゃん。はあ、いや、もうちょっと行けば安いのがあるかも。もっと高くなるかもよ。はい、いらっしゃい。あ、いやいや。どうすんの。さっきの店じゃ1本500円だったわよ。いや、
うちは今この値段でやってるんで。あなた、これじゃいつまで経っても売れないわよ。これ全部買うから1本600円にしてよ。ね。なんで赤飯なんだよ。え？なんとなく。その方がいくぞって感じしない？豆捨てんなもったいない。あいつどこ行った？また勝手にプラプラ。探してるんだけどさ。日払いでお願いします。一人3万円。はい。水出ませんから。はい。でもよかった、明日は家に帰るんでしょ。ん？え？何？嘘！行くの？鹿児島に？自転車で？そうだな。それしかしょうがないんだろうな。ないから。さっき空港で見ただろ？水も食い物もない町にいる方が絶対危ないって。無理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 、私マジで嫌だからね。無理なもんかよ。昔はそれくらいみんな当たり前だったんだ。八重さん、北さんだって東京から大阪まで歩いて行ったんだぞ。誰それ、私昔の人じゃないし。なんかこうなるような気がしてたんだ。
なんだよ、だったら早く言えよ。羽田とか川崎とか遠回りしちゃっただろ。それは来てみなきゃわからないし。あ、自転車もう一台いるな。それから地図と食料。あ、わかった。あれっしょ、ヤジさん、キタさんって水戸黄門と一緒にいる人っしょ。そりゃそうだよな。やっぱありかも。何やってんの。いや、これどう頑張っても鹿児島まで1ヶ月近くかかるっぽいぞ。え、そんなに遠いの。さっき誰かが話してたんだけど、大阪から向こうは停電してないんだって。本当か。誰が言った。歩いてる人。ほら見ろ、西に向かえば間違いないって言ったろ。でもどうやってそんな噂が大阪からこっちまで伝わってきたの。本当のことだから伝わるんだよ。でも、あ、あれ見ろ。あ、タイか。で、こんだけ。ロレックス、本物だよ。そんなの何の役に立つの。じゃあこれは何。それ、マセラティ。買えなさいよ。あのね、使えないもの持ってきてもダメよ。水か食べ物ね。そんなの腹の足しになんないでしょ。あの、何持ってんの。あ、いえ、あの裏に止めてある自転車なんですが、よかったら譲っていただけませんか。ああ、あんなのもう使ってないけど。お金なんかもらってもしょうがない。おい、それ俺の。あ、あとそこのお米も。おい、こっちだな。よし。あっち、あっち行ってみるか。なんだよこの地図。もうこんなんじゃちょっとわかんないよ。
よしこっち、こっちだ、こっち。よし、空いてるわけないだろう。関係ねえよ。ついに野宿か。皆さんどこに向かってるんですか。私らとりあえず大阪まで。なんかあっち行ったら電気あるって聞いたもんね。ほら。ほらって何。本当ですか。いや噂ですよ。多分皆さんもそうだと思いますけど。そのお水一本分けていただけませんか。あ、お金払いますんで。金。食べ物と交換なら。もう何も残ってなくて。うちも残りこれ一本しかないんで。そうですか。あっち行こう。他当たってみるか。寒い。あ、何やってんだよ。捕まえろよ、お前。
出口まで案内するで。こっから先トンネル2キロあるで。いいから案内するに。何あれ、トンネルでしょ、一本道じゃん。どうせ戻ってくるだらね。うん、暗い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 。やばい、なにこれ。お父さん、これ大丈夫？ダメだこれ。いて、おい、さ、この車止まってるぞ。お父さん、どうする？こういうことか。うわー、どうした？なんか吹いた、グニュってしたやつ。その辺にタヌキが死んどるで。じゃあダメだね。うわー、痛い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 。ドローも大変だね。はい、毎度どうもね。やばい、これしかない。何ビクビクしてんだよ。街なんかなくたって日暮れ起こせんのぞ。どうやって電子人だってできたんだから俺たちにできないわけないだろ。だからどうやって。え、その時になったら教えてやるよ。お前水くれ。さっきので終わっちゃったよ。なんだよ、もう先に言えよ。言ったよ。言ったか、聞いてないぞ。あとで探しに行こうって。こんなところで見つかんないだろう。え、どうすんの、それ飲めんの。お父さん、やめな。ほら、こんなに綺麗じゃんか。まったく、お前らってほんとやわだよな。うめー、うめえ、
ら。あ、なんか食べ物あるかも。あった。ねえ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 、これで食べれると思う。え、ツナ缶と猫缶同じ工場で作ってるってネットで見たことあるな。本当？なんか味付けしてスープとかにすれば。あ、水とマッチがないんだ。え、嘘やめなよ。うん、大丈夫、飲める。大丈夫だって、精製水だから。本当だ、美味しくはないけど。もう寝てなよ。ねえ、これ見てよ、大収穫。発煙と一本だけあった。なんで？これで火つければいいじゃん。1ケースを取り外す。いいの？Thank you.
前たちママの言うことちゃんと聞いとけよ。じゃないと後が怖いです。ダイレクト、ダイレクト。うわ、こっちにか。うわ、来ちゃった。綺麗に。あ、どうも。はい、いいでーす。またお母さん行った。開けたって、サクサク。イエーイ。やだ、やだ、はい、どうぞ。ん？見えちゃった。何立ってんのこれ。みんな立てるね、これ。ん？うわぁ！一瞬軽く回っちゃったよね。はい。ちょっと出てんだもん。いやいや、だいぶだいぶ。これいける、これいける。抜けない。抜けない。ああ、その手があったか。ん？あの水とか食料ってどうしてるんですか？うち？ああ、山奥を通った時なんか水が染み出している岩場とかあるでしょう。苔とかが生えてれば毒素がない証拠だから、そういう水をペットボトルに溜めてる。まあ心配なら火にかけて殺菌すれば大丈夫だから。へえ。あ、食料はなるべく天日干しや燻製にしといた方がいいわよ。長期保存が効くから。あと辺りに生えてる雑草だってほとんど食べられるの。ちょっと待ってて、うん、こういう大箱とかタンポポとか地面から直に葉っぱが生えているものは大抵大丈夫。はい。まあ美味しいかどうかは別として、茹でればビタミンたっぷりのスープが取れるし。うん、俺のおすすめはセミかな。セミ？そんなに驚かなくても、イナゴは昔から普通に食べてるでしょ。虫って案外栄養価高いんですよ。イモムシなんかアフリカじゃ当たり前の食材なんだから。それ凌介の趣味入ってないか。こっち見て。え、カメラ使えるんですか？ああ、デジタルじゃないよ。フィルムはもともと機械式だから。それできたら送ってください。いいよ。あ、でもいつになるか分かんないよ。はい、はい、メモ。じゃあ住所書きますね。うん。人間が生きるのに必要なのは、まず第一に体温の保持ができるか、第二に水の確保、第三に火を起こせるか。食べ物はその次ぐらいなんですよ。うん、うん、うまい。よし、頑張れ頑張れ。よし、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 頑張れ頑張れ。いいね。お父さん、先頭行っちゃってるね。うん。いいよ、ほっといて。早いな。おお。いいな。いいね。あっちと全然景色が違う。風が気持ちいい。お、見た見た。あら、福井の発電所から来たんだって。それでどうなってるって？原因は分からないけどフリーズしてるって。それで様子を見るんで静岡に向かってるって。大阪は停電してないって本当ですか？我々には分かりません。大阪がもし停電してなかったとして、わざわざ行くっていう選択肢は僕らにはないな。
せっかくこうなったんだから楽しまなくちゃな。そうそう。そんなこと言った。どうすんの。もう食べ物も水もないんだよ。お風呂入れないし着替えられないし頭かゆくて死んじゃうよ。そんなもん俺のせいじゃないだろ。ほらまた責任逃れ。俺についてくればなんとかなるって言ったでしょ。言ったよね。嘘つき。親に向かってなんだその愚痴の聞き方。だったら親らしいこと一つでもしてみろよ。偉そうなことばっか言って何もできねえじゃん。なんだと。もういい加減にしなさい。そんなこととっくに分かってるでしょ。お父さんはそういう人なんだから。気づけてね。よいしょ。これ持ってて。はいはいはい。うまそうやね。うまやね。どうしたのとね。いやー、いいじゃな。はい、はいどうぞ。あ、すまんな。ちょうど今、持ってしもたわ。少し。分けてもらえませんか。お金なら払いますから。いやいや、ないもんないがな。この子たちの分だけでもいいですからお願いします。ないっちゅうねん。もうお願いします。
なんとか。お前やれ。だって魚だってさばけないのよ。これどこでもいいの？行け。やっちゃえ。何をしよんなら！どこ連れてかれんだろう。ん？ああ？あの井戸水飲めますか？当たり前じゃろうが。養豚場の電気柵がわやになってみんな逃げてしもうたがな。わあ、すいませんでした。勝手に。その代わりに言うてもなんじゃけど、逃げた豚捕まえるのを手伝ってくれりゃこらえちゃってもええがの。やるか。腹すきおらんか。うん。ただ飯じゃねえぞ。
これは豚の燻製じゃ。冷蔵庫が使えんときゃこうすりゃええんじゃ。わかんない。あら、なんでお客さんな。よっちゃんらが帰ってきたかと思うたわ。いつも悪いの。うん。なんでこれ一匹な。豚まだ帰ってこんの。この人らに手伝ってもらえ時期じゃ。ああ、ええな。若い人がおりゃな。なんでもじゃ。うん。ほならな。おい。おう。おう、一本持ってけ。もうこれでおしまいじゃけ。おう、すまんの。じゃあまずは花子ちゃんをバラすのを手伝ってもらおうかの。あの子花子ちゃんって名前だったんですか。冗談じゃ。名前があるわけがねえがな。こっち来て手伝え。ここを持って広げ。ここもっと上、こっち。押さえろ。仕事ですね。一人じゃ偉いけどこんだけおりゃわけやねえの。うまそうか。はい。働きがよけりゃちーたー分けちゃってもええけどの。すぐには食べれんぞ。この後頭の下で寝かせてからいぶすけの。あの寝かせるってどれくらい。一週間ぐらいじゃ。一週間。そうじゃの。一番風呂はわしじゃけの。はい。
高山と、寝巻きはどうじゃ。ちょうどいいです。これは息子一家が来た時用に買うてたんじゃ。家族でアメリカにおるんじゃ。美人じゃろうが。へえ。油がもったいねえけ。あ、はい。おやすみなさい。じゃあ明日からしっかり働いてくれの。お子さんたちのこと心配だろうにね。いた行くぞ。これか。ほら、ダメだ。こっち。これでおしまいじゃけの。頑張ろうで。それは燻製用じゃねえがな。あんたらがよけりゃずっとここにおってもろてもええんじゃけどの。洗濯機や車が動きゃええけど、ことになったら一人暮らしは答えるけえの。考えてみてくれんかの。できた。これ、おい、ほら、次。田中さん、ああ言ってくれてるけど。心配だよな、お父さん。え？鹿児島に行こう。お前たちもそれでいいよな。こんなにたくさん、いいんですか？いろいろ助かったけ。ありがとうございました。気をつけての。
スが古いから。うん、じゃあよし。ねえ、こっちだな。お母さん下ろしたら自転車は俺とケンジがピストンで運ぶ。しばらく川を渡れなくなる。Ugh!
めろ。自転車ね。そりゃ大変じゃったね。あ、ほんでお父さんは？
もうすぐ関門トンネルよ。昔はよくハヤブサ乗って通ったけど。え、ハヤブサって新幹線？んなわけないだろう。あ、起きてたんだ。特急ハヤブサって寝台車だ。あの頃はまだ飛行機代が高くてな。そうね、なかなか結婚許してもらえなくて、二人で鹿児島まで頭下げに何度も通ったもんだ。へえ。なんかそういう話聞くの初めて。だるまさんがいで、はい、いい感じ。
年半前に突如起こった世界同時停電について専門家は、大規模な太陽フレアか彗星の異常接近が原因ではないかと。発電所などの電力システムを狙った世界的なサイバーテロとの見方もありましたが、その可能性はなくなったものと見て。検証するにもですね、停電当日から全世界のコンピューターや電子機器が止まってしまったので、停電時のはっきりしたデータが一切残っていないんです。まあ時間はかかるでしょうが、全ての可能性を否定する。それ何？晩はサバの味噌煮か。やったあら綺麗ね。でしょ。うまそう。行ってきます。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい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 、はい、はい、あ、ちょ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 、どうしたの？お父さん、これ忘れたって。もうしっかりしてよ。悪い悪い。ありがとう。鈴木さん、ゆみです。あ、ご苦労様。どうも。何かしら。あの時の。Let us pause in life's pleasure.And count its many tears while we all sup sorrow with the poor. There's a song that will linger forever in our ears. Oh, hard times come again no more. 'Tis the song.Is the song the sigh of
cabin door. Oh, hard times come again no more. Oh, hard times come again.